ハイヤタカメしております。本日は令和4年5月4日、ここは名古屋駅です。今回は1年半ぶりに運転された衝撃の特急シナノ号ということでお届けしていきます。というわけでまずは回送列車として車両基地からやってきました特急シナノに使われるサンパー3系です。まあ、これだけ見てもなんとなく普段の特急シナノとは違うということがお分かりいただけるかと思います。通常特急シナノ号は6両編成以上での運転になっていますが、やってきました特急シナノ号、なんと車両が4両編成しかつながれていないのです。これだけ見ても普段の特急シナノとは明らかに違うということがお分かりいただけると思います。そして今回運転されていくこの特急シナノ号、普段の特急シナノ号とはだいぶね違うところがあるということで、そういうところをね中心に紹介していこうと思います。よろしくお願いします。というわけで今放送でもありましたように、この列車は特急シナノ81号白馬行きという列車になっています。通常特急シナノといえば名古屋と長野を結ぶという在来線特急ですが、この列車は目的地が長野ではなく白馬というところになっているのです。しかも途中の停車駅を見ていきましても、塩尻、松本、豊科、穂高、信濃町、上白、白馬ということで、なんとこの列車長野に行かない特急信濃号になっているんです。4両編成での運転というのもなかなかレアなんですけども、長野に行かない特急列車というのが、ね、なかなか面白いところです。今回のこの臨時の白馬行きの信濃号は4両編成での運転なんです。通常特急信濃号は6両の基本編成に、付属の2両とか4両を付け足して8両10両を作るということをやってるんですけども、今回のこの白馬行きの臨時信濃号は通常10両編成へ増結するときに使う付属の4両編成だけを用いて運転する列車ということで、そういった点が、ね、なかなか面白いのかなと思います。そして今回の列車は付属の4両編成を使っているということで、一応グリーン車もついてはいるんですけども、特急信濃号といえば、パノラマのグリーン車になっているというのが有名ですが、こちらの列車はパノラマではないグリーン車になっています。一般的にはこれは外れのグリーン車と呼ばれることが多いので、この点も結構ね面白いのかなと思います。1号車から3号車が指定席、4号車が自由席です。今回私はね2号車指定席を取ったんですけども、先ほど自由席の混雑状況を見てきたら、全然空いてたので、自由席でも問題なく座れたということになっています。これちょっとね切符を自由席に変更してこようかなと思ったんですけど、よく考えたら指定席から自由席の変更って手数料かかっちゃうんですよね。そのまま指定席の状態で乗った方がお得かなということで、今回このまま乗っていこうと思います。さあというわけで2号車の指定席、1年半ぶりに運転されました白馬行きの特急シナノ81号です。私もねこの白馬行きのシナノ号を乗るの初めてなので、ちょっとね大糸線のあたりとか特にね楽しみです。さあというわけで時刻は8時30分、1分ほど遅れまして、この名古屋駅を出発していきます。1年半ぶりに運転される特急シナノ81号で白馬を目指していきます。というわけで通常特急信濃号はご覧のような経路で名古屋と長野を結んでいますが、この臨時の特急信濃81号は途中の松本から分岐をする大糸線を進みまして白馬までを結ぶという列車になっています。なのでそもそも通常の特急信濃号とは運行する経路が違うんですよね。定期列車と臨時列車とで運行する経路が違うっていうのは、なかなか珍しいと思います。さあ名鉄の特急と並走しながら現在金山駅を通過したところ、このまま順調に名古屋市内を進んでいくわけですが、列車かなりゆっくりとした速度で走っているというのがお分かりいただけると思います。速度計を引っ張り出してみますと時速は30キロ程度、 JR 西日本の赤字ローカル線かのような速度です。これ一体なぜこんなゆっくり走っているのかと申しますと、
この臨時のシナノは29分発ということになっていましたが、その2分前に定期列車の普通列車が存在していまして、あの煽り運転することもできませんので、まあ、この前の普通列車の速度に合わせてこの列車もゆっくり走っているということをいたします。さあ一つ目の停車駅千種を出たところ、まあ、依然としてゆったりとした速度で走行していますが、天気が訪れたのがちょうどこの頃です。現在列車は千種のお隣大曽根を通過しているところですが、速度計を見ますとなんかね、急にやる気を出したかのように100キロ以上の速度を出しているというのがお分かりいただけます。これ要するに先ほどまで前を塞いでいた普通列車がどいてくれたということを意味します。列車川を渡りまして、現在通過しているのが新森山駅。ここで目線を左に向けていますと、おそらく先ほどまで前方を塞いでいたであろう普通列車を追い抜いていきます。まあ、あちらは定期列車で、通常はこういうふうに特急シナノに道を譲るということはしないはずですので、まあ、こういうことをすることによって 2,3 分通常のダイヤよりも遅れるということが想像できます。まあ、定期列車を遅らせて道を譲らせてでもこの臨時の特急シナノ号が走っていくということになります。そして現在通過しているのが愛知県内最後のターミナル駅、高蔵寺駅です。ここでも1本前方を走る普通列車中津川行きを追い抜いていきます。というわけで愛知県内だけで2本も、ね、定期列車の普通列車に道を譲らせたということになります。もうこの道の譲らせぶりは YouTuber のコムドットもびっくりなんじゃないですかね。さあ313系のパチモンキハ25系が見えてきますと、まもなく列車は岐阜県内最初のターミナル駅多治見へと進入していきます。さあ高速性能を遺憾なく発揮しまして到着しました駅は中津川。現在の時刻は9時27分ということで、名古屋を出発してからちょうど1時間が経過しています。まあ、通常特急シナノに乗れば名古屋から中津川まで50分で結びますので、まあ、その定期の特急シナノ号に比べるとちょっと遅いのかなという感じがいたします。そして今度2号車の前のデッキに来ると、まあ、ちらっと前面展望を拝むことができます。まあ、グリーン車の車内に立ち入ると別途グリーン料金が必要になってきますが、このようにデッキからちらっと覗く分には、まあ、グリーン料金はなしでも問題はないでしょう。さあそして列車はこの特急シナノ号が走るところで1、2を争うぐらいの景色の素晴らしいところ、寝覚めのところを通過しています。これなかなか素晴らしい景色なんですけども、残念ながらね、特急シナノに乗ってると本当に一瞬しか見えないというのが残念なところです。そして列車は江戸時代からの宿場町木曽福島に到着していきます。さあそして奈良井で運転停車をしていきます。まあ、この辺り中央本線は単線の路線になっていますので、ここで定期の特急信濃号とすれ違うため、こちらが少し停車をして道を譲るということをします。なのでドアは開かない運転停車になっています。さあというわけで列車は運行の拠点塩尻に到着していきます。ここで JR 東海から JR 東日本へ車掌や運転士が交代するということになっています。そして現在の時刻は10時36分、名古屋を出発して2時間が経過をしました。そしてここから先がいつもとは違うところ、まずは放送に耳を傾けてみましょう。次の松本からは大糸線に入ります。次の松本には10時45分の到着です。ただいま塩尻にて担当車掌を交代いたしました。この先担当いたします車掌は JR 東日本松本を行く。この先
というわけで次の松本から先はいつもとは違う大糸線に入るということで、通常とは全く異なる道を歩んでいくことになります。ご案内いたします。あと4分ほどで次の松本に着きます。松本で降りのお客様、車内にお忘れ物をなさいませんようお気をつけください。あらかじめお乗り換えをご案内いたします。篠ノ井線の下り途中、篠ノ井に止まります。特急信濃5号長野行き、乗り場3番線から11時6分です。特急信濃5号長野行き、3番線から11時6分です。というわけで、ここから先は経路が違うということで、まあ、特急信濃号に乗りながらまた別の特急信濃の乗り換え案内を聞くという、まあ、世にも奇妙な経験ができるわけですが、まあ、これはね、この経路が違っている臨時の特急信濃81号ならではなのかなと思います。さあ、というわけで列車、ここから先は普段とは違った大糸線を走行していきます。ここで線路が分岐をしていきますが、まず通過をしていきます駅が大糸線最初の通過駅、北松本です。このすぐ横にも篠ノ井線が並走していますが、この北松本は大糸線には駅があって篠ノ井線には駅がないというね、ちょっと変わった駅になっています。北松本を出て少しするとここまで並走してきました篠ノ井線と完全に分かれていきます。通常の特急信濃号とは全く異なった景色になっていきます。さあ、大糸線らしい北アルプスの雄大な車窓が広がっていきます。前、私大糸線に乗った時はちょうど近くに座ってたおじいさんにあれが槍ヶ岳でこれが何岳とかそういうの教えてもらったんですけども、完全にねどれがどれだったか忘れてしまいました。というわけで列車は豊品に到着、ここで定期の普通列車とすれ違っていきます。さあ、列車は大糸線内2つ目の停車駅穂高に到着したところ、この大糸線には1日1往復特急あずさ号が運転されていますが、まあ、基本的にはこの信濃号もそのあずさ号の停車駅と準じた停車駅になっています。ちょっと違うところあるんですけど、またそれを後ほど紹介したいと思います。そして列車はただいま駅で普通列車を追い抜いたところ、この大糸線内でもねこの臨時列車のために普通列車が定期の普通列車が待ってくれるということをしてくれるのが印象的です。この田んぼに映る北アルプスの山々、非常に雄大な景色です。さあ、というわけで3つ目の停車駅信濃大町に到着です。この大糸線という路線は信濃大町と糸魚川を結ぶということで大糸線という名前になっています。南小谷から糸魚川の区間はちょっと廃線の危機が訪れているとかそういう話はあるんですけども、ともかくこの路線は大糸線という名前になっています。この信濃大町あたりまで来ますと、もう降りて行かれるお客さんの方が圧倒的に多くて、先ほど駅のホームでも待っているお客さんの数より駅員の数の方が多いみたいな、そんな、ね、逆転現象が起きていたというのが印象的です。信濃さんこと呼ばれます。三つの湖が見えてまいります。見えてまいります順に木崎湖、中砂湖、青木湖です。道の湖ではカヌーやボートなどのウォータースポーツ、またワカサギやフナなどの魚釣りをお楽しみになる方が県内外から多くお見えになります。最後に見えてまいります青木湖は道の湖の中でも最も大きく、長野県内でも屈指の深さと透明度を誇っております。北アルプスの山々と湖の美しい景色をお楽しみください。この先3つの湖が見えてまいります。さあ、というわけで丁寧に観光案内までありましたが、このように湖の車窓が広がっていきます。結構日本の素晴らしい景色って
あの海の車窓っていうのは結構あの素晴らしい景色としてクローズアップされるんですけども、こういうね湖の車窓がクローズアップされることってねなかなか珍しいと思いますので、これあの大糸線ならではの車窓なのかなと思います。結構あの生えてる木とかも広葉樹よりも針葉樹の方が多くて、なんとなく本州というよりもなんか北海道とか海外にいるようなそんな雰囲気になります。この大糸線にはこの観光資源を生かすため観光列車として快速リゾートビューふるさと号というのが走っています。またそれはそれで別の動画でお届けしようと思いますが、この特急しなの号とは違いまして、こういう景色の素晴らしいところで徐行運転をしてくれるみたいな、そういうサービスもあるなかなか面白い列車になっていますので、またあの動画としてご覧いただけましたら幸いです。さあ信濃町を出ますと次は上城という駅、この上城は通常の特急あずさ号は停車しない駅になっていまして、この特急信濃号が唯一の特急の停車駅ということになっています。上城を出ますと5分ほどで終点高田に到着となります。というわけで到着しました駅は上城駅、普段の特急あずさ号が停車しない駅にしてはかなりね駅舎が立派というのが印象的です。ここもかなりのどかなところで降りて気分をリフレッシュしたいところですが、今回は終点の白馬まで参ります。あと少しの乗車ということになります。そして列車は上城を出発したところ、この上城まではねかろうじてこの2号車にもう一方乗客がいたのですが、その方もこの上城で降りていかれまして、2号車の乗客は完全に私1人です。もともと名古屋駅出発の段階で乗客10人ぐらいしかこの2号車いなかったんですけども、残り1駅というところでもう完全にオフ会0人状態になってしまいました。残り少しの区間白馬まで突き進んでいきます。さあというわけで非常に達成感を感じるところですが、終点の白馬に滑り込んでいきます。ただ座っていただけなんですけども、結構車内の揺れとかで疲れているのかなと思います。白馬の駅ではホームでね結構写真を撮られている方がいたというのが印象的です。それも結構ガチな撮り鉄というよりも結構ライトな鉄道マニアの方がこの臨時の白馬号に信濃号にカメラを向けてらっしゃったというのが印象的です。というわけで現在の時刻は11時58分、名古屋を出発しまして3時間と29分です。終点白馬です。今日も特急しなの号をご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物のないようご注意ください。さあというわけで3時間29分の行程を終えまして終点の白馬に到着です。通常特急しなの号は名古屋と長野を約3時間で結んでいますので、それよりも30分ほど長い乗車になったというわけでございます。今回は衝撃的な特急信濃号に乗ってきたということでお届けしてきましたが、まず4両編成で運転するというのが非常にレアなケース、それから普段とは違った経路大糸線に進入し白馬までやってくるというのが、ね、なかなか面白いところです。そして沿線でも、ね、結構カメラを向けてらっしゃった方が多かったんですけども、ガチの撮り鉄の方というよりも結構ライトの層が向けてらっしゃった方が多くてですね、そういうライトの層にもこの信濃号が結構レアな存在だと認知されているというのがね個人的には嬉しいところだと思いました。というわけで今回は1年半ぶりに運転された衝撃的な特急信濃号ということでお届けしてきましたが、コロナ騒動が落ち着けばもう少し運転日は増えると思いますので、ぜひ興味のある方は乗られてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。